ぱり松下幸之助さんですね。あ、若者に対してその松下さんイズムで何かこうアドバイスとかあります？僕もいただきたいんですけど。皆様ごきげんよう、賢者ちゃんのお時間でございます。今回のゲストは中田ひろしちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もうひろしちゃんもなんか仲良くなってきちゃったみたいな感じですね。今回のテーマは、はい、賢者ちゃんの賢者ちゃんです。はい、はい、というわけで、ちょっと柔らかい意味でもね、いいんですけど、賢者ちゃんから見る賢者ちゃんっていうのは誰なんですかね。やっぱり松下幸之助さんですね。あー、なるほど。やっぱり僕は松下政経塾っていうところに行ってね、そうですね、はい、修行させてもらったんですけどね。ちょっと電球の作り方とかやったりするんですか。そういうのもある。あ、本当にあるんですか。そういうのもある。それ一番すなわち工場で工員として働くっていうこともやる。販売員として販売するっていうことも。あ、それも政経塾でやってるんですか。やるけど、要はどういうふうに世の中に使っていくのかという知恵を磨かんといかんっていうのが政経塾だから、やっぱり松下さんが政治というものを憂いて、このままいったら日本はあかんと、若い者に託そうと、こういうことで政経塾を作った、まあ、そこに僕は縁があって入ることになって学ばせてもらった。やっぱり松下幸之助さんが私にとっての賢者ということになりますね。そこに入る前はひろしちゃん自体は今の熱というか、そういうものはもともと持ってたんですか。それともそこで俺はちょっと感化された部分もあって、俺はこうだっていう風になったのか。いや、感化はもちろんされましたけど、もちろん熱は持ってましたね。すなわち大学時代、僕はバブルの頃とか、バブルの頃で就職ははっきり言っていくらでもできました。だけど日本社会はこのままでいいのかという非常に大きな疑問を持っていました。それは当時の学生たる僕の疑問です。松下さんはもっと前から、昭和50年代からね、まだ景気のいい日本、その景気のいい日本において赤字国債を発行して、当時からもうすでに赤字借金経営に日本はなってた。これはおかしい、政治というのは国家経営だと、こう考えた。だけどその経営が全然できてないということで、まあ政治に疑問を持ち、松下政経塾をさっき言ったように作った。その国家経営を政治家がするっていう意味で、歴代の例えば首相の中で一番それができてた人って誰だと思いますか。例えば高速道路なんかを民営化したっていうのは小泉政権だよね。でこれはやっぱり民営化する必要があったと思うよね、僕はね。もうインフラっていうのは一回作って、その後のマネジメントなんだから、メンテナンスなんだから、からそういう改革は小泉さんよりやっぱり必要なことをやったと思うね。中曽根さんの時に、まあ、中曽根行革と言われることやったり、国鉄今の JR に変わるっていうことやったり、これも必要なことだと思うね。だからそういう意味ではそれをやったっていうのも大事。政経塾の先輩になるけど、野田佳彦さんね、民主党の政権で評判悪いけれども、だけど税財政の一体改革ということでね、やっぱりそれこそ福祉、それから年金、その代わり消費税ということも含めて一体である。でもあの時もう一つ国会議員の定数も削減する、そこまで含めて国民に理解を求めようってやったのも、これは総合的に見た時には必要な改革だったと思うよね、というような、こういう切り口の私の答えなんです ね、 ね、若者に対してその松下さんイズムで何かこうアドバイスとかあります。僕もいただきたいんですけど。やっぱり幸せのなり方っていうものを、自分の幸せを高めることで自分が幸せになるっていうことには限界があるということをこうわきまえる必要がある。それはどういうことですか。出世したいとか、お金持ちになりたいとか、そういう思いを持ちすぎないということですか。やっぱり社会が豊かになるとか、社会が笑顔になるということが自分自身の笑顔を作る、自分の豊かさにつながるということが根本的な原理としてある意味ではわきまえるということなんですね、はい、もちろんね、それぞれが能力を磨いて、それぞれが自分の目指すものをやっていく、はい、当然それは必要なんです。それぞれの持ち場で、ね、なぜかというとそれぞれの持ち場、おっしゃる通りで、それぞれの能力を発揮していくことだから。だけど自分だけが金持ちになろう、自分だけがやろうっていうのは、誰かから物を奪ってるっていうこととほぼ裏表の関係にあるわけですよ。ある程度限られた中では必ずへっこむものと、なるほど、まあ出るものがある、だから僕は原理としてはやはり自分一人の幸せを考えるのではなくて、社会が
どう？いやー深いですね、うん、豊かになって、はい、幸せになっていくのかを考え、それを追求しながら自分の自己実現もやっていく、うん、そこを頭に残すってことだよ。いやーこれはそれ考えてやってるっていうか生きてる人も何人いるだろうってぐらいの、それ感動しちゃったな本当に。なんかね、うん、なんか強いもんがこうピシッと入りそうな、偉人の伝記読んで涙するようなあの考えあ、そういう熱い思いがあったからやな、あの人賢者ちゃんだな、賢者ちゃんですね、はい、というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、以上ですね、賢者ちゃんの賢者ちゃんでした。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんはシューベルト。